ここで成瀬と魚拓のうんちゃーん。はい、視聴者の方のお便りに答えるコーナーでございます。山口県板付きのかまぼこを板付きのかまぼこをくり抜きチンコを入れてみるさんからです。ありがとうございます。皆さんこんにちは。こんにちは。私は大学3年で就職活動中の男です。先日サークルで飲み会の流れで男3女5の 8P をやっちゃいました。普段はおとなしい5人の女が全員とにかく絶倫で何度も何度も求められ、それ以来女性恐怖症で勃起しなくなってしまいました。逆にそこで相談です。勃起させる天才でもあるココミちゃん、ムフフさん、男を再び立たせるためのテクニックを教えてください。その女たちにやってもらいます。僕のインポを直せるのはツキスポだけです。すごい耐えられちゃってんね。聞いた話でもそんなのあるかい。そんな 8P するお盛んなサークルって、でもなんとなくテニサーとかってなんかちょっとエッチなイメージありますね。テニスとかフットサルとか。あ、フットサルもちょっとワイワイしてる系のやっぱ。へー、 8P はすごいですよね。複数プレイはなかなかね。複数プレイはなかなか。だってどう始めるんですか、複数プレイって。しかも結構人数多いですよね、うん、5人と8人、1人くらいね。いやだって嫌だっていう人がいても、そうなのよ。みんな同じベクトルじゃないとそうはならないじゃん。1人2人、いやちょっと何これみたいになっちゃう。何やってんのとかってなったら、たらもうしまいじゃん、ね、ですもんね、うん、いいんじゃね、罰だよそんなことをした罰だよ、お前立たなくなった。逆にそうだよ、なんか都合のよく言ってんねん、超人ごとって話いやそうですよね。そんな楽しんでおいてまた立たせてくださいってバカかって話。おお、怒ってる。いやで思いません。その通りです。そんなね、みだらなことしといてな、いい気持ちになったのに。そうそう、悩む必要あるのかなみたいな。そう、でも大学生だからすぐ立ちますよ、また。うんうん、ね、そうですよ、知らねえ、ほっとけば。はい、時期解決ということで。じゃあ、そう、愛する人が元気ありません、うん、って言ったら何をするんですか。やっぱ普段と違うことをしてみるとか。違うことっていうのは、やっぱ服装を変えてみるとか。ちょっと、うん、ちょっとエッチな下着にしてみるとか。経験ありますか。はないですね。やっぱ元気なのが、まあ、確かにそうだね。場所とか、うん、場所なんかこう、ね、浜辺とかさ。ワイトはダメですよ。ちょっとホテルに行ってみるとか、気分変えて。なるほどなるほど。いや、自宅ばっかりじゃなくて、景色を変えるっていうのも結構大きいらしくて、とかですね。あとはもういつも彼女がしてみないことを頑張ってみるとか、でちょっと攻めてあげるとか。なるほど。なんですかね。トイレさん。まあ、なんか。精がつきそうなもの食べさせる。やっぱね、飯で全て片付くと思うなよ、おめえ。やつめうなぎとかが、やめろやめろ。で、飲み物、ドリンクと食べ物と。マムシとか食べさせられますよね。ねえ、ほんとすごい、ゲテモノが食卓に並んでなんてこと。って考えたら、自然になんか治るの待った方がいいんじゃない。そうですね、あまりね、ちょっと食べるのは罰だ、バカやろ、また楽しみに。怖い。